帰ってきた。帰ってきた。またまた帰ってきた。アグレタス、アグレタス、アグレタス。エクフシスト。からの、研究家、ニュース。ちょっとね、今だいぶ夜中なんですけど、やってますよ、私。久しぶりにね、ここに来たからね、ちょっと爪痕を残してきたなっていう空気なんですけど。まあね、あんまりね、緊急クフクフなニュースはなかったんですけど、ちょっとこれをお届けしようかなという。共通テスト、マスクから鼻出して失格。監督者の注意に従わず。ということで、1月17日、22時13分配信の毎日新聞、悪名高き毎日新聞のですね、記事で、こういうのがあります。大学入試センターによると、大学入学共通テストの第1、2、16、17日の2日間を通じて、4都道府、4都県、4会場で4件の不正行為があり、いずれも失格となった。このうち東京都の会場では、試験時間中にマスクから鼻を出していた受験生が、正しい着用を求める試験監督者からの再三の指示に従わなかったとして不正行為と判断された。これは別にどうなんでしょうね。同センターは受験生に配布した受験上の注意でマスクの正しい着用を義務付けており、試験監督者からの指示に従わなかった場合は不正になる可能性があることを知らせている。この受験生は1日目の16日、地理、歴史、公民、国語、外国語受験、マスクから鼻を出して試験を受けていたため、それぞれの監督者が試験時間中に6回注意したが従わなかったという。6回も注意した。他の3件の不正行為は定規の使用、カンニングペーパーの使用、試験終了後のマークシートの記入。まあ、ここですよ、うん。他の不正行為と比べると、マスクから鼻を出しただけみたいなんですけど、どうなんでしょうね。ちょっとね、事情によって鼻を出さなくちゃいけない人だった場合は、あんまりね、ここでね、手厳しいこと言うと、なんか、そういうことを分かってないんじゃないかって言われるんですけど、特にもし問題がなくて鼻を出したとするならば、鼻を隠したいっていう、鼻を逆にクックルも鼻出しすぎてあれですよ。もしこれだったらこういうことやったりとかすると、もう監督にチミはもう出てってもらっていいかな、チミはみたいな。おい、でもちょっと鼻ちょっと私はトレードマークなんでちょっと出しかないと。いやいやいや、チミ、これ試験だからちょっと鼻とか出すね。出してなんぼの人じゃんて。もうチミ退場。待ちて。おえー。戻ってきてラピュタってやってる間にもうテスト終わってみたいな。鼻なんとか我慢して出せなかったからっていうね。でもちょっとそれはもしね、コロナじゃなければ別に鼻出してたって試験受けれたわけですから。これはちょっとね。本当にこの学生が悪いかどうかというのはちょっと難しいね。他のカンニングペーパーとか使ってたら許せみたいになりますけど、使わないで使ってる人もいるでしょ。ちょっとね、この鼻を出してやった生徒がちょっと退場というのはやりすぎた、不正でも受けない資格っていうのはやりすぎたっていうことドバーク。いや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 、やりすぎじゃないでしょ。どんな人ならもうみんな鼻出しちゃうでしょみたいな。またはバットマークを押すのか。今日はちょっと失格はちょっとやりすぎないからってなるんですけど、で1回目のそのテストでまあ注意して、次やめてくれると。ちょっとやっぱ事情聞いた方がいいと思うんだよ。なんでそんなに鼻出したいのと、君は。
再三注意してんだよ。言ってみ、どうしても鼻出さなくちゃいけないんだったら、ちょっとじゃあ別の教室でじゃあ血みだけ受ける。理由がないんだったらマスクで落ちよう。それダメならちょっとあれどうするの、血みがもういいですと、鼻出せないんだったらテスト受けませんって言うんだったらもうそれでもいいよ。受かりたい、チャレンジしたいって言うんだったらちょっと今日のその子はちょっと我慢する。そういう会話によるね解決方法を羊はちょっとお勧めしたいということで、ちょっと今日ねやっぱこれ切れ味ないねこれ、うん、ちょっとまあ久しぶりの緊急工夫でもあるんですけど、まあ、こんな感じでねちょっともう一回ぐらい探してね、明日ちょっとね芝との対決もあるからね、うん、もうちょっとチューニングというかね練習もしたいということで、じゃあとりあえずはちょっとこういうニュースもあったということで、ちょっともう一個ぐらい探してみたいと思います。じゃあではこれはこの辺で。ありがとう。